舌戦が続く都知事選、今日も候補者は各地で政策を訴えました。昨日夜に行われた公開討論会では、候補者同士が質問し合う場面があり、現職の小池知事への厳しい質問が相次ぎました。ファミリー層が多く住む多摩エリアを中心に街頭演説を行った元航空幕僚長の田母神俊夫さんは、減税で若い世代の所得を増やし、少子化対策につなげたいと訴えました。少子化大問題です。今の状態が続くと30年後、50年後、日本が続かなくなります、本当に。そのために都民税の減税が若い人に及ぶように、恩恵が及ぶようにですね。これは都民税は例えば、まあ、40歳まで半額にしますとかですね、そういうことを考えて、実質所得が、若い人の実質所得が増えるようにしたいというふうに思います。ただいま一番の地域選挙カーが到着をさせていただきました。広島県安芸高田市の前市長石丸伸二さんは、子育て世帯も多く住む江戸川区や葛飾区に入り、未来を担う若者を意識した教育への投資が必要だと訴えました。成長戦略の要として石丸伸二は教育への投資、具体的には学校環境の改善、これにまずは100億円何としても確保し、そして来年度からそれを学校現場に投下していきます。これが私の公約。前参議院議員の蓮舫さんは、台東区の谷中銀座商店街を訪れ、店先で支援を呼びかけたほか、板橋区の成増駅前で街頭演説を行い、都民の視点に立った税金の使い方をしていくと強調しました。プロジェクションマッピング、48億円です。だったら私は、光と影がある、格差が広がっている、光を影に当てるのが、本当の都知事のあり方で、皆さんの税金の生きた使い方を知っている、そんなリーダーになりたいと強く思っています。現職の小池百合子さんは、公務で女性活躍の推進を目的とした会合に出席し、集まった女性経営者に育児環境を改善すると約束しました。男性も育業を取ってもらうような環境を作っていきたいと考えています。また最新の防災設備を備えた八王子市の給食センターも視察し、災害時の対応を確認していました。給食センター、できたばかりでも、去年できたばかりでございますけれども、LP ガスを活用していますので、いざといった時もこのエネルギーが確保されている。昨日夜、インターネットの公開討論会に出席した4人の候補者たち。最も訴えたいことのテーマでは、それぞれが目指す東京の姿をアピールしました。都政の目標はですね、より安全でより豊かな東京を東京都民に提供することだと思います。若者の手取りを増やす。もうここに特に力を入れたいんです。残念ながら格差が広がって、今頑張っても抜け出せない子たちが増えてるんですね。キーワードは首都防衛でございます。首都を構成している都民の皆様方の命と暮らしを守っていく、そして災害あらゆる危機から都民を守っていく。次の世代が少しでも有利となるよう、教育の質、これを可能な限り急いで高めるべきとの見解です。候補者同士が質問をし合う場面では、現職である小池知事の政治姿勢を問う厳しい質問が相次ぎました。前回、討論会をさせていただいたときに、小池さんは神宮 内苑は原生林、神宮外苑は人工林とはっきり言いました。その認識は今も一緒ですか？はい、神宮内苑が、全国から見木をされた約10万本の植栽をされた、そのような内苑になっております。当然承知をいたしております。
認識を改めてくださってよかったです。前回言われた内縁が原生林というのは完全なる嘘ですから、そういうことを開発を規制を緩和する都知事が言うべきではないと思ってたのを正してくれてありがたかったんですが、もうちょっと聞きたかったのは、まさかその外縁の再開発の事業者から都知事はパーティーのチケットの購入とかされ受けてませんよね。パーティー の、この開催につきましては、それぞれ法律にのっとった形で公表をさせていただいているところでございます。そのような形で公開もさせていただいているところでございます。今の蓮舫さんの質問はイエスかノーかで答えられるので、イエスかノーかで答えていただきたいと、おそらく視聴者全員思ったと思います。もう一度お願いします。はい、私はこれまで、政治のパーティーという形で開かせていただいております。その中にはさまざまな方々からご意見を伺うと同時に、このご協力もいただいている、そしてそれは法的にのっとって進めているということでございます。続いて蓮舫さんが小池さんにペットの殺処分に関する質問をした後、小池さんが司会者から他の候補者への質問はあるかと問われると、特にございません。はい、ありがとうございます。まあ、むしろ皆さんのご意見を伺いて、そしてそれを参考にさせていただきたいと思います。また小池さんが1期目に言及した築地再開発に関する方針についても、築地は守る、はい、守る、そして豊洲を生かすということを、築地は守る、豊洲は生かすというお話があったかと思うんですが、この4年間で築地に対してどのような思いを馳せてらっしゃったのか、純然たる興味で伺ってみます。私はずっともっと良くしていくということを言っております。蓮舫さんも時々使っていただいてありがとうございます。お認めいただいていただいてというふうに理解をいたしました。ありがとうございます。もっともっと良くしていく、また東京にはそのポテンシャルがあるんです。それを生かしていく。築地については食文化必ず生かしてまいります。何も変わっておりません。築地は生かすの方に変わったんですね。ということは、はい、生かすことは当然のことでございます。築地に私今事務所構えてるんですけども、実は小池知事を恨んでる人結構多いですね。築地は一番困ったのはネズミがすごく増えたらしいですよ。でそれでね、構えたら事務所を私築地に構えたら、小池知事の悪口を言う人が多いんです、すごく、というのが、ちょっと感じてます。小池さんどうですか。ちょっとお友達を選んだ方がいいと思いますけれども、はい、はい、今日で6日目となる都知事選ですが、すでに選挙をめぐる刑事事件やトラブルが相次いでいます。小池さんと蓮舫さんの関係先や選挙事務所には、新しい爆弾を仕掛けた、選挙事務所を爆破する、ナイフで殺害するなどの脅迫文が届いていたことが分かりました。警視庁が捜査を進めていて、小池陣営は都民の皆様の安全を守りながら選挙戦を戦い抜く、蓮舫陣営は候補者や街頭演説に集まる方を含め安全が確保されるよう取り組むとコメントしています。そして選挙ポスターを破損させたなどとして、これまでに31歳から60歳の男女4人が逮捕されています。選挙ポスターをめぐっては、刑事内容について候補者らが警視庁から警告を受ける事態にもなっています。女性専用の風俗店のポスターを貼ったとして、政治団体 NHK から国民を守る党の立花党首を風営法違反の疑いで警視庁が警告しました。またほぼ全裸の女性のポスターを貼ったとして、河合候補を都の迷惑防止条例違反の疑いで警告しています。両者とも警告を受け、貼り直すなどの対応をしているということです。でさらに選挙ポスターをめぐっては、同一のポスターがこのようにですね、多数貼られるという事態にもなっています。政治団体が寄付をした人のポスターを貼る活動をしているためですが、選挙を所管する総務省によりますと、ポスターの記載内容を直接制限する規定はなく、選挙管理委員会が事前にチェックすることもないということです。
で、この事態について林官房長官は、候補者以外が使用できるものではない、制限については選挙運動に関する事柄であり、各党で議論してもらうべきという見解を示しています。また選挙を所管する松本総務大臣は、公選法上刑事の権利を売買するものとはされていないと述べ、処罰の対象になるかどうかは捜査機関が判断すると説明をしています。また他県の知事からも苦言が呈されていて、全国知事会の会長を務める宮城県の村井知事は、選挙は民主主義の根幹だ、ふざけた人をバカにしたようなものは良くないと批判しました。でさらに、自身が旧自治省や総務省の選挙部で選挙に携わった経験のある鳥取県の平井知事は、日本の民主主義が世界中の笑い者になると危惧をしています。でこうした一連の事態について、憲法学が専門の一橋大学大学院の只野教授は、日本の選挙制度は良識に任せてきた面がある、今回のような問題が続けばより窮屈な制度を作らざるを得なくなると危惧をしています。都知事を選ぶ場で起きている今回の事態、今後どうしていくべきなのか、有権者一人一人がしっかりと考えていく必要がありそうです。それでは今回の都知事選に立候補している方々です。都知事選には過去最多の56人が立候補しています。来月7日に投開票が行われ、現在期日前投票が始まっています。これまでに7万8347人が期日前投票を行っています。主な争点には災害対策や少子化対策のほか、小池都政の2期8年への評価などが挙がっています。都知事選は来月7日に投開票です。そして今回、東京 MX は選挙 .com と共同で都知事選の投票マッチングを行っています。都知事選の争点となっている子育て政策や防災対策など、都政に関する20の質問に答えることで、有権者が自分の考えに近い候補を調べることができるようになっています。 MX 投票マッチングで検索するか、画面左下に表示されている QR コードからアクセスできます。投票先を決める際にぜひご活用ください。